一ケストースは、初頭のフルクトースに、スクロースが、ベータ1、一グリコシド結合した、三頭の一つである。別名 GF2、オリゴ糖に分類される。甘味料としては、明治製菓が2006年に、初めて量産化に成功した。結合するフルクトースの数がさらに増えると、GF3、GF4 となる。酵素によって、砂糖にフルクトースを結合して合成される。 砂糖とよく似た砂糖並みの甘さを持つが、カロリーは約半分。さらに有機酸として吸収されるため摂取しても、血糖値にはほとんど影響しない。またシロップ状の一般のオリゴ糖と異なり、グラニュー糖のような結晶状である。さらに、温水にも冷水にもよく溶け、メーラード反応を起こさないという特徴も持つ。2008年3月19日、明治聖火は、砂糖に、 黒麹菌の酵素を作用させて製造していたが、遺伝子組み換えを行った黒麹菌を使っていたことを食品衛生法に基づいて申請することを怠っていたため、自主回収をするというプレスリリースを出した。その中で、酵素は最終製品に残留していないから安全であると考えている旨が記述されている。ありがとうございます。